はい、こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回はですね、老後に毎月30万円ずつを受け取る方法としてですね、この動画を作成させてもらいました。皆さんはですね、ところで平均点ってどのぐらいだったか覚えてます？自分の学業の成績の平均点です。なんかね、世の中の平均点ってのは大体65点とかあの辺だったんじゃないかなと思うんですよ。だから自分の答案用紙が65点以下だったら、あ、平均以下だなと思ってね、ちょっとこう反省したりとかね、頑張らなくちゃと思ったり、平均点よりも上の70点とか80点取ると、まあまあいけんじゃないかなみたいに、他者との比較によってですね、自分の位置を知ることができたと思うんですよ。まあですんでね、学業が良かった方っていうのは未だに自慢しますね。学校の時はね、こうだったんだよってね、自慢しますよね。全然いいんじゃないですか？自慢すれば。で、私は逆自慢ですよね。俺は成績が悪かったっていう自慢しますね。もうね、二十数年前のことなんですけども、未だに引っ張り出してきて、いや、なんか赤点ギリギリでさ、古文なんて20点以上取ったことないよとかね。で、高校の時の最高得点は歴史の60点だったというね、よく覚えてますね。お、60点取った、やったーみたいなね。最高点ですよ、これが。私の高校の時取った。歴史60点と。しかも、ちょっとね、チラチラっと見ながらですからね。本当に実力だったかどうかは怪しいです。で、当然ですけども、補習にも何回か出たことがあるんですよ。もう補習は完全にやらせでしたね。どんな問題が出るかは事前に教えてもらっといて、回答ももらっといて、それをしっかりと持ち込んで、で、補習に臨むということなんで、まあ全員満点に近かったかなと思います。社会に出て、社会の平均では何かっていうと、これは平均所得ですよね。画面を切り替えて見てもらいますけども、ほとんどの方が、それに行ってないんじゃないですか。こちらどうぞ。令和3年5月の総務省のデータですけども、平均給料って433万なんですよ。これが世の中の社会人としてお金を稼いでるよっていう人の平均点です。昨年から3万円ダウンしてるんですね。で、平均賞与、ボーナスです。あなたは給料以上に働いたんでこれを上げますっていうふうな評価ですよね。これ大幅減してますね。もしくはゼロって人も多いです。さあ、ご自身の実力、今の実力はどうでしょうか？学生時代のことを引っ張り出してこなくても、今日突きつけられている、この平均給与ってものがありますよね。これにしっかりと自分の身を置いてみることってのはすごく大切だと思います。好き嫌いで仕事をしてると、どうしても給料は上がりません。好きなことが仕事になる人は、本当に珍しいんですよ。好きなことをやってるけども、十分な所得を得れないっていうのが、現実の姿だと思うんですよね。例えば平均給与。ありふれた平均給料です。433万。ありふれてます。いや、カツカツ平均点だよ、みたいな感じでね、頭かいてる人、思い出してください。今、平均給与、月収36万ですよ。ね、取れてますか？ぶっちゃけ取れてないでしょ。平均点を。ね。36万の月給ってことは、手取りにして、27万から29万です。ちなみに、2人以上の世帯消費支出は28万です。ですんで、この平均給与433万というのは、自分とあと一人を養えるぐらいの金額なんですよ。あまり特別じゃないですよね。だから、平均給与が400万に届いてない人ってのは、平均にはもちろん行ってないってことは、はい、わかると思いますけども、何がしかの生活の苦しみを抱えてるんじゃないかなと思いますね。ちなみにね、月収が15万から20万の人の場合は、個人で暮らすよりも、二人以上で暮らした方が、資金的には有利だというふうなことは、容易に想像できますよね。二人で暮らせば、家賃も割安になりますし、冷蔵庫もエアコンも一個で済むでしょ。で、生活効率いいわけですよ。だから、お金がない人ほど、まあ、結婚した方がいいかなと思いますし、同棲した方がいいかなと思いますし、別に共同生活ということでね、同棲でルームシェアしてもいいと思うんですよ。で、まさにルームシェア。ね。プライバシーの問題を考えなければ、むちゃくちゃいい住み方ですよね。だから誰とでも仲良くできる人ってのは、こうやってお金が残せるの、いろんな意味で。仲良くなれると、商品も売れるし、自分の話も聞いてもらえるし、いい話も舞い込んでくるし、しかも、共同生活もできるというね。コミュニケーションが下手だと、そうはいかないんですよ。どこの誰かわかんない薄い関係をね、たくさん繰り返していって、一体自分の人生は何だったんだろうかというふうに振り返る時があるのかもしれないですよね。
まあこれはね、あくまでも平均給与という形で、全員に当てはまるわけではないですけども、大半に当てはまるって形なんで、そうは言っても久保さん、私は違いますよって言われたら、あなたは特別なんですよ。ただ、数字が物語ってることだけを、今回ね、最初に前提として、こうやって言わせていただきます。繰り返しますけども、全員に当てはまるわけではありませんからね。怒らないでくださいね。なんかよくね、こういうね、現実のデータを出してくると怒る人いるんですけども、その思考はちょっとね、受け入れられないかなと思いますね。まずは全体を捉えていきましょう。もっと厳しい現実がここに待ってます。総務省の家計調査です。貯蓄額。貯金の額が30代の方で、平均797万の貯金があるのが、まあ、平均です。だから要するに、珍しいことじゃないよって形なんですよ。いや、大抵の人いる、あるでしょみたいな感じですよね。大抵の人は30代になったら、800万ぐらいの貯金ありますよ。珍しいことじゃないですよ。っていうふうなのがデータで物語られています。そうは言っても私はありませんよって人いるじゃないですか。まあそういう人もいるんでしょうね。だって平均だからこれ。平均以下だと800万の貯金はないし、500万かもしれないし、100万かもしれないし、全然ないのかもしれないですね。でも逆に言うと、500万しか貯金がないと言っている人の反対側には1300万の貯金がある人は同じ数いるんですよ。同じ時間を過ごしてきて、職業選択の自由があって、収入が選べる中で、差は確実にできるんですよね。で、年齢が40代になってくると、貯金額は1000万を超えます。1000万を超えても当たり前だっていう話なんですよね、この数字だけ見ると。もちろん、私と同じようなロスジェネ世代の方っていうのは、結構ね、お金に苦しんでる。そんな20年をね、送ってきたと思います。20から40までの20年間。一回も黒字になったことがない、みたいなね。そんな方もいるんじゃないかなと思うんですよ。私もよくわかります。30代は一回もプラスになったことがなかったですからね。貯金どころかね、借金がマイナス3500万ですからね。だから40代で1000万円を貯金できた人。もちろん日々の暮らしもちゃんとして、余剰資金が1000万貯まった人。もう、まあ、平均値でいるってことなんですよ。平均値ですからね。だから、学生の時に、例えば高校生の時にね、まあ、平均点65点取ったって言っても、ああ、そうなのぐらいのもんでしょ。平均点では羽化ができないですよね。でも、平均所得とか平均貯金額になると、行かなくてもしょうがないって気持ちになってませんか。なんか、だんだん緊張感が失われていくのが、年を取るとね、年齢を重ねるとおかしい話ですよね。若い頃はちょっとの差でもね、負けるもんかと思ったはずなんですけども、もうすでに負け癖がついてるのかもしれないですよ。はい、じゃあね、もうちょっと数字を進めていきましょうか。50代になると、1728万の貯金があって、平均だそうなんですよ。ありふれた人が1700万の貯金があるってことなんですよ。もちろんこれ貯金額ですから、まあ、例えばね、家のローンが終わっている人もいるでしょ。だから、不動産も所有しながら、余剰資金1728万。人によっては、子供を一人二人育て上げて社会に送り出した頃だと思いますよ。50代。なのに1728万です。ね。どうしてなんでしょうかね。ずっと家族を抱えずに一人でやってきて、3000万の貯金があるって人もいるかもしれませんけども、さあどうでしょうか。60代。貯金額2667万円。ね。そして70代を超えると、ちょっと下がって376万ですね。60代の人の貯金が2600万円を超えるのに、なんで70代になると2300万って減るんですかっていうふうな疑問を持たれた方。ちょっと考え方をね、深掘りした方がいいですね。70代以上になると、働かない人が増えるんですよ。で、貯金を取り崩しながら生活している人が増えるんですよ。そうなると、まだ、半分働いている人がいるという、毎月所得がある60代の方が、まあ貯金の額のピークでね、貯金を取り崩し始める70代に入ってくると、60代よりも貯金額が減るのは、まあごく不自然なことなんで、なんでだろうと思う人はね、別にないんですよね。まあさすがに70過ぎて働きたい人ってあんまりいないと思うんですよ。体も動かなくなってきますし、まあ、だんだんね、家族もいなくなって一人ぼっちになっちゃうかもしれませんしね。まあ70過ぎたらさすがにね、のんびりと暮らしてほしいなと思います。まあ今、日本人の平均年齢まだ80代半ばぐらいだと思いますんで、さすがに70超えて働いちゃうと、
働きすぎなんじゃないかなと。人生の大半がね、労働に追われてしまうってことになるんで、まあできればね、早めにリタイアして、のんびりとした第二の人生を歩んでほしいかなと。まさに貯金を取り崩しながら、本当に最後までね、豊かに暮らしてもらいたいなと思うわけなんですよね。まあ70歳以上になると、もうなんか、戦中の生まれって方もいますよね。だから生まれた時は、将来は兵隊さんになるんだよって教わりながら、軍事教育受けてたかもしれません。で、常識はその後どんどん変わっていって、今70代ね。どんな思いがするでしょうね、70代中盤以降の方ってのは。原爆が日本に、広島や長崎に落ちる前に生まれた方ですからね。はい、ちょっとね、話が脱線しましたけども、平均的な貯金額、ご覧いただけたでしょうか。まあ、自分とね、比べてみて、どうだったかなってことを考えたら、自分はお金がね、作れる人なのか、作れない人なのかってことが今の時点でなかなか分かってくると思うんですよ。いや、これはね、私が説教したわけじゃないんですよ。こういう現実がありますけども、知ってますかってことなんですよ。で、知っていたら、平均点以下だったら、まあ、高校生ぐらいの時のようにね、焦るんじゃないかなと思うんですよ。でも、自然と、平均所得が平均以下でも、あ、違う、自分の所得が平均以下でも、焦らないんじゃないかなと思うんですよね、なぜかね。まあ、かなり危険だなと思いますよね。で、70から80歳までの間で、年間消費金額が、例えばね、年間200万だとします。要するに、貯金を取り崩しながら暮らしていく年代です。年間で切り詰めて200万と仮定します。もちろん200万だと、何にもできません。月に16万から17万使っていくって暮らしなんで、家賃とか、光熱費とか、食費を払って、さあ、少ない知り合いとお茶でも飲みに行こうかなと思ったら、子供や孫にお年玉なんてもうあげることはできませんね。で、老後の楽しみの、まあ旅行もできないでしょうね。医療も一部受けることをためらうかもしれません。それが毎月16万、17万っていう所得の現実なんですよ。もちろん今ね、30代とか40代の方は、これから40年後の自分が70、80になるときって、社会保障はもっと削られて、税金はもっと値上がりになってると思いますから、とても年間200万じゃやっていけないんですよ。ね。試算によると1億円いるんじゃないかなっていうふうに言うこともできるんですよ。で、70歳から10年間暮らすとすると、見込みの消費金額って2000万必要なのが、簡単にこれ計算できるんですよね。だって年間200万使うわけでしょ。で、しかも、できれば働かないわけじゃないですか、70過ぎたら。つうか、働けないですよね、もう体が。あと、働かしてくれる場所はないでしょうね。やっぱり70過ぎた人を雇用するのすごいリスクですからね。いつ体調があるかもわかんないし、で、今日は行けませんっていきなり連絡があるかもしれないし、で、申し訳ないけども、なかなかね、関節炎とかその他の事情で動きが遅くって、職場の中で冷や飯食わされるかもしれないんで、ね、そういう人をね、あえて採用するのはどうかなと、経営者の負担は思っちゃうんじゃないかなと思います。だからね、70過ぎたら、まあ働かない暮らしを想定しながら、今から準備しとかないと、70過ぎて職場行ったりハローワークってね、なかなかそれでもきついと思いますからね。まあ今働いていらっしゃる方のことを別に揶揄するわけではないんですけどね、いろんなライフスタイルがあると思いますから。ただ、希望としては早めに生活費を稼ぐ労働からおさらばして楽しみで働きたいっていうふうに思うのが本当のことじゃないですかね。じゃあ次にね、やばいモデルをいくつか紹介します。例えば、40代で貯金なし、もしくは貯金が100万以下の人。で、月収が25万から35万の人。で、共稼ぎをしてるわけでもなくって、独身の人。これやばいですね、これはね。ちょっと、今から鞭入れないと人生手遅れになる、ゲームセットになる可能性が40代も見えてきます。まあ、40代でこういう暮らしってことは多分30代もなんとなくやってきたんだと思いますから、もっと前からね、気づかなくちゃいけなかったんですけども、でも40代でも、まだまだ頑張れば修正可能です。その方法を最後にお示ししますね。で、50代の方。50代になったのにもかかわらず貯金がないとか、300万以下の貯金しかできてない方。資産形成ができてない方。しかも月収が35万以下の方。ね。共稼ぎもできずに独身の方。特にこの3つの条件が揃った方は、やばいですね。まあ、やばいのは十分承知だと思います。私、いじめたくってやばいって言ってるわけじゃないんですよ。で、このペースだともう無理ってことなんですよ。例えば 42.195km のマラソンを走るときに中間地点ね、20km 走った時点で10時間かかってましたって言ったら、もう
11時間以内にゴールすることは不可能でしょ。それと同じように、ここまでのペースと同じだと、これからはとてもやっていけないですよってことが見えるわけなんですよね。まあですので、もう若さを失った体に鞭入れないといけないってことになるんですよ。で、60代。貯金がありません。で、しかも、このね、1000万以下。貯金があっても1000万以下。ね、やばいですよ。で、月収が40万以下。共稼ぎもなかなかできなかった。独身かもしれない。この条件の3つのうち、1つでもある方は、ちょっと鞭を入れないといけないですよね。2つ重なってる方は、もっと急がないといけない。3つの方は、本当にね、全速力ですよ。全力疾走。ね。結構きついでしょ。これが、データから見る現実なんですよ。無理やりこじつけて、これはダメですよって言ってるわけじゃなくて、まあ、ちょっとね、優しめに見てこうなんですよ。で、70歳になった瞬間に目指すボーダーラインっていうのは、70歳の誕生日の時に貯金が2000万あるのが、まあ最低ラインです。そうなると、30代で500万の貯金、40代で500万の貯金をして合計1000万、50代でさらに500万円の貯金をして合計1500万、60代までに2000万の貯金を完成させるというふうなね、モデルが引けないといけないんですよ。これ日々の生活を送りながら、30代で500万の貯金とかね、40代でさらに500万とかって、できるかどうかもうわかりますよね。かなり難しいと思いますよ。基礎的な所得が上がってないと貯金できないですからね。で、どうするっていうことなんですけども、まあなんとかなるさって考えてるようではやばいです。さらにやばいです。どうにもなりません。数字は正直です。そして、現実令和3年にこういう事実があります。すでに4人に1人が、老後破産しているんですよ。4人に1人が貯金もないし、仕事もなかなか自分の生活費を賄うほどに収入至らないしって感じで、で、親戚にもなかなか頼れないし、どうしようみたいなね。子供たちに頼るわけにもいかないし、どうしようね。孫が誕生日だよって言っても何もすることができないから、ちょっと行くのが億劫だなとかね。で、同年代の知り合いがちょっとお茶でも飲みに行かないって言っても、そのお茶代の500円、1000円がどうしても工面できないんで、行かないみたいなね。そんなレポートが NHK のなんかスペシャルかなんかでね、放送されてましたけども、高度経済成長を経験して、バブルを経験した世代でも4人に1人がお金がないというね、老後を送らないといけないんですよ。苦しいですね。はい。でもね、でもですよ。いよいよ待ってました。簡単な、単純なノウハウで毎月30万円が入ってくるとしたらどうします?しかもこれ死ぬまで。なんだったら死んだ後も入ってくるとしたら。知りたくないですか?毎月30万ですよ。ね。今、どんな冴えない暮らしを送っていても、今貯金が全くなくても、貯金っていうのは将来働けなくなった時のためのものだと思うんですよ。でも、毎月30万入ってくるって分かったら貯金の必要ないですよね。はい。それが YouTube の広告収入モデルなんですよ。ね、私が実際に体験してますし、YouTube を何年も進めてますよね。とりあえずどんどん YouTube の動画を撮っていきましょうとも言ってます。まあ、あんまりやる方いないんですけども、冒頭に話したように、言われたこともできない人が 99% っていうのは分かってますんで、こんなに素晴らしいね、ネタが私たちの目の前に無料で転がってるのに、なぜかもっと稼ぎにくいことを一生懸命やっちゃうっていうのはね、まあ、人生の不合理としか言いようがありませんけども、そういう判断も私は尊重します。自由ですから。YouTube をやらなかったからといって、ダメな人だなぁなんて全然思わないですからね。これは選択の問題ですから。私は可能性のより高いものが自分のやってきたことの中から拾い出したんで、YouTube を激推ししてますけども、もしかしたら他にももっといい方法があるのかもしれませんし、YouTube と私がたまたま相性が良かっただけかもしれません。運の問題かもしれません。まあですんで、YouTube が合わない人もいるでしょう。そしてこんなことも考えられると思います。YouTube の広告収入モデルってのは知ってるけど、でも、登録者、1000人とかなかなかね、自信がないです。動画を作って、再生数がそのたんびに1万とか10万とかね、とてもそんなヒットメーカーになる自信がありません。気持ちはよくわかります。多分自信はないでしょ。やったことがないことですからね。でも私も自信があったからやったわけではないんですよ。特に私が YouTube を始めた時って、広告収入モデルなかったんで、収入が得れないってことが前提でやってきたんですよね。
でも登録者は増やすことができました。こういうふうに考えてみてください。シミュレーションします。例えばあなたが今日から YouTube をやるとしますよね。で、動画をアップロードします。100本動画を上げて登録者が10人起きないってことって、まあなかなか考えられないと思うんですよ。100本動画を撮って登録者がね、3人のままですとかね、5人しかいませんっていう方がいたら、ちょっとね、お知らせいただきたいと思います。ちょっと工夫をしてですね、10人以上にしましょう。なんだったら私の方から紹介してもいいです。そうすると30人ぐらいはポンと増えるでしょう。次です。1000本動画を作ってチャンネル登録が100人になるってことも、まあ、あり得るっていうかね、100人以下ってことはないでしょ、1000本作ってて。ね。だからね、10本作ると、誰かが10本中1本ぐらいには興味を持ってくれて、次の動画に期待してチャンネル登録してくれるっていうペースなんですよ。これね、軽く見積もってですよ。実際もっと増えると思いますけどね。動画100本作ったら、だいたいなんか50人とか登録者ができるみたいな感覚なんじゃないですかね。今私が指導して見てるとそんな感じです。で、動画を1000本上げると登録者の100人どころか500人とか600人とかになってますね。まあ場合によってはもう1000本作った時点で登録者2000人とかになってます。まあそういう方もね、十分おられます。まあまず1000本作る人がいないんで、何も検証できない人がほとんどなんですけどね。で、このペースで見ると、じゃあ、広告収入が取れるまでに、どのぐらいの人数を集めればいいんだってことになりますけども、例えばね、1万本動画撮ってみてください。1万本。まあ、1000人は確実に超えてますよ。3000本とか5000本の時点で1000人は超えてますね。多分ね、この1万本動画を撮ると、チャンネル登録は5、6000人になってて、もう叱るべしだと思いますよ。私の場合は、8000人だったんですけども、1万本撮ると、だいたい、1万人前後にはなると思います。広告収入は当然入ってます。ね。だから、YouTube を始めるよ、収入を取るよって言うんだったら、まずは1万本を作ってみましょう。私の感覚だと、私の実績だとね、1万本作った時点で、1億円は入金されました。もちろん、動画の中でね、商品販売したりアフィリートしますんで、広告収入以外の副収入もあるんですけどね。さあ、この現実、どうですか ?100 本動画を作れば登録者10人。1000本作ったら100人、1万本作ったら1000人というふうに少なく見積もってこのぐらいのペースです。だから YouTube で毎月30万の所得を将来得たいんだったら、まず1万本作ってみてください。かなりリアリティがあるもんだっていうふうに感じますよ。はい、次です。じゃあね、私の場合なんですけども、今私1万5000本上げてるんですよ。で、毎月10万円前後入ってます。まあ1万5000本で10万円っていうのはできすぎなんで、3分の1ぐらいに落としましょうか。こういうふうにします。広告収入1万本の動画をアップロードすると3万円っていうね、金額が毎月入ってくるとします。すごく安く見積もってますけども、1万本動画をアップロードして3万円は確実に入ってるでしょと思いますよ。私が1万5000本上げていて思うのは、1万本超えた時点でもう 4、5 万とか入っていて、今はもう10万円前後ですから。つまり動画を10万本上げると毎月30万っていうのが図式で書かれるんですよ。ね、動画10万本上げたら、もう動画を作らなくても毎月30万入ってきたらすごくないですか ?10 ヶ月で300万。年間で360万。ね、いいでしょ。やっただけのことあるでしょ。じゃあ他にどんな方法がね、毎月30万をもたらしてくれて、何もせずに360万毎年毎年放り込んでくれる、そんなモデルがあるんですかってことですよ。年金を払ってもそんなにくれません。お金を払ってもそんなにくれないんですよ。YouTube ってお金払わないですよね。ただです。ただなのに、これだけのものをくれるんですよ。まあ将来的にね、10年後、20年後は分かんないですよ。それは YouTube がね、その時まで潰れずに済んでいれば、まあいいんですけどね。はい。ですんでこういうふうに示させてもらいます。この私の考えた YouTube モデルの他に、私の考えたっていうのもね、気づいたと言った方がいいかな。実際にだってこのモデルって私が考えたわけでも何でもなくって、現実にあるんですから。 YouTube っていうところがそういうモデルを作って世の中にリリースしてくれてるわけですから。だからこのモデルの他にね、毎月30万円入ってくる可能性を見つけられますかってことが今回の結論なんですよ。これね、極端な話、自分が死んでも毎月30万入ってくるって感じですからね。広告収入なわけですから。
だから自分のアカウントを遺産相続の時に忘れないように就活ノートに書いておかないといけないんですね。この YouTube チャンネルの毎月30万を相続するみたいな感じで。はい、いかがだったですか。こんな感じで私は YouTube、 ただ単に動画をアップロードするものだけではなくって、年金対策といってもね、いいぐらいのものとして考えてます。で、もちろん私が年金を受け取る30年後に YouTube があるかどうかは分かりません。ただ今のところこの制度があってすぐに終わるわけではないってことを考えると、そしてね、すぐにでも、私の場合は今リアルタイムにお金いただいてますけども、これこの形ってのは別に10年後までに完成させましょうってことじゃないんですよ。別に1年以内に完成させても全然いいんですよね。いつから毎月30万が受け取りたいんですかってことに尽きるわけなんですよ。まあですので、早く受け取れてない方は早めに作業に取り掛かればいいと思いますし、まあ20年30年かかって作れればいいよねって方は、20年後30年後 YouTube がこの形のままあることを願いながらのんびりと取り組んでもいいんじゃないかなと思います。じゃあ前半はこれで終わりです。また後半の動画でお会いしましょう。